はい、どうも皆さんこんにちは、吉田です。はい、今回はですね、どう猛かブラキディオスに行くんですが、人滅人式にお守りちょっとつけたら、最近研究家つけられたので、はい、まあ最近研究家吉田としてね、まあブラキディオスに格の違いを見せに行こうかなということですね。で、今回は久しぶりの武士道たちですね。いやーもう、そろそろ恋しくなったでしょ、たちが。そろそろたちが恋しくなったでしょ。でブラキね、ちょっとぶっちゃけ俺的にはタチとあんま相性良くないと思うんだけど、まあだからその相性すら、だから久しぶりのタチがカバーしてくれるっていう、だから久しぶりのタチ補正すごいから、やっぱ。久しぶりってすごいよね。だいたい久しぶりって言えばなんか面白いからね。だから久しぶりの、だから、ヤンクックってほら面白いでしょ、だから。クソつまんねえな。お、いますね。ちょ、近い。顔が近い。顔が臭い。さあ、まずはゲージを貯めなきゃいけない。よいしょ。あ、どう猛かだから大垣神社のすぐたまるじゃん。噛んだけど大垣神社のすぐたまるじゃん。いいね。よし、ほい。ちょ、でかくね。なんかでかくねえか。臨海ブラキ思い出すな。ここまででけえど、なんであれ臨海ブラキって言われてんだろう。せっ、誰か臨海ブラキって呼ばれてる、あれあったら教えてください。臨海ってステージなんだっけ。なんか違かったっけ。臨海ってステージじゃないよ。だって海じゃねえし、あれ。うん、臨海の海って海だよね。確か、せい。大垣神山入りまーす。よいしょい。やっぱ大きいな。尻尾の位置がだってすごい高いもん。寺高すだよ。だってこれ。赤坂サカスだよ。よいしょ。これで赤に持ってきたい。分かってる。やっちゃいけないことは分かってる。でもやりたい。当たんないんかい。タイツ。あ、でも尻尾でよかったわ。当たんなよ。オッケー。ほいほいほい。殴ってこないんかい。殴ってこいや。ド M みたいになったけど。ド M みたいになったけど、殴ってこいや。当たるよ。絶対当たるよ。なんで当たんないんかい。全然。またちょっと、どう猛かのあれでタイミング遅くなってんのか。あれきつ、あれ危ないな、あれ。オッケー。さあ、こっからが吉田のタイムですね。ほい、ほい、ほい、ほい。せっ。また大垣神山溜まったんだけど、早くない？いや、まあ、いいんだけどね。いいことなんだけど。怖いなぁ。え、それかよ。見てなかったわ、予備モーション。よいしょ。よいしょ。え、今武士道しないんかい。あちゃちゃいっす。あ、でもなんかダメージあんま強くねえな。なんで。あぶねえな。置き攻めはあかんよ。それはそろそろ回復する。危ないね。なんかリノプロスじゃねえわ。あのバカ釣りはリノプロスに見えたわ。よいしょ。熱い。足が熱い。足がいけた。多分今足3ミリぐらいはなくなったね。多分足3ミリぐらいなくなったな。ジャンピング、これね、あのジャンピング腕しか当たり判定ないと思ったら大間違いでね。なんか足らへんにもあるからね、気をつけてください。ストレス溜まるんでね。俺もね、3DS 何だか叩き割りそうになってるんで痛い。つかブラキって水だよね、一番弱点なの。なんか勝手に水稼いできたけどさ、稼ぐってなんだよ。なんで俺水であのお金稼ぐんで、わけわかんない。すっ、よし、これで赤に持ってきましょう。よいしょい。なんかブラキ強いかなと思ったけど、そんな強くねえな。なんか思ったよりあれだね。思ったよりしょぼかったわ。ほいほい。まあブラキもね、あれなんだよね、トライジー時代トライジー時代は本当に強くて、ノリとね、武士道が今あるからこそブラキもね、ちょっとカモになってきちゃったけど、本当にね、ブラキっていうのはね、あのノリがない時代は強かったね。俺アポロさんのニコ生見ててね、本当思ったもん、ブラキ強いと思ってさ。あっぶね。ほいほい。やばい、来る。だからこれも武士道で避けていく。せいせい。あのね、トライシーのブラキやったらね、多分ね、倒せない。あのね、クロスでブラキ倒せるって人でもね、トライ G やったらブラキ倒せない人多分ね、結構出てくるんじゃないかなと思いますね。特にあの中級者ぐらいの方。
あっぷね、せいせい、転ばねえな。まあ足切ってねえから当たり前か。足切ってねえのに転ばねえなって、お前贅沢にも程があるわ。こんな贅沢言うやつ初めて見たわ。それにしても左上のあの太刀の赤ゲージはすぐに切れちゃいますね。やっぱりゲージを貯めさせてくれ。ほいほい、すまんな。またこれかよ。えい、間に合うかと思ったら間に合わなかったわ。よいしょ。まあでも狼神山がすぐ貯まるからな、どう思うからと。全然痛手ではないね。いきまーす、狼神山入りまーす。ひるめ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 、なんかひるまないね、さっきから。アップネイツ、俺ブラキで太刀苦手イメージあったけど、そんなことなかったな、あんまり。あんま普通に切れてるな。あついつやばいな、リンチされてるよ。アタックチャンス、ほいほい、いけいけ、ひるめ、オッケー。最後の一撃当たってから、まあよしよしよ。あれがモーションチ多分高いんだよね、多分。つうかクロスになってからのタジのモーションチは何一つ調べてないから、今まで通り行くなら。あでもそれフロンティアだっけ、なんかもうなんかね、混ざっちゃうのよね、フロンティアと2つ同時にやってるとさ。でもね、あの最初の方はね、操作方法はね、フロンティアやった後はなんかクロスできねえなみたいな感じだったんだけど、もうね、あの両方ともね、いくらなんか同じ時間にやってもね、大丈夫になっちゃった。同じ風になんかね、全然あっちはスティック操作でこっちがボタン操作だから全く違うんだけど、なんかもうね、もう指がね、両利きになったんだよね。 両手使いになってから、もう本当に全然ね、迷うことなくなった。こっちはこう、こっちはこうみたいなね、区別がねつくようになったんだよね。やっぱ人間ってなんかやっぱ慣れすごいなって。やっぱなんか人間なんでも慣れだからね、やっぱ基本でも慣れじゃん人間。あー、ぶちゃい。まあこう殴られていくのも慣れだから、もう慣れたから、もうあのだんだんきっとダメージ食らって、ね、食らうね、あれもなくなってきたからね、きっと。ほいほい、オッケー。そろそろ壊れる頃かなと思ったけど壊れたね。ジャンピングパンチ普通かよ。ジャンピングパンチ普通かよ、名前普通かよ。あーやばい、やりちった。でもこれ相当最近研究がでかいね、これ。最近研究家の便利さ異常じゃねこれ。ブラキはぜひつけていきたいね。あんまつけたことなかったけど最近研究家。あやばい、ゲージがもうあれしてるわ。当たんねんかい、奇跡かよ、奇跡かよ、あれで当たんねんとか。よしこれで当たんないかい。あーちょっと待って、くそ。うまくかわしたなこいつ。あ今のがね、トライ G でね、俺らを散々葬ってきた技かな。あれあったよね、トライ G にも多分。なんかね、ハメがひどかった気がするんだよ、俺の記憶だと。トライ G とかのあのブラキは。ほいほいほい、ナイス、これいいね。ちょっと怒ってはいないんですが、あ怒ってるんですが、ちょっと罠行きたいな。ほい、当たってないんかい。もう一丁入りまーす。よし、罠研ぎ回復すべてここでやります。はい、次は回復。あ、そういえば人滅陣の装備つけて実況撮ってる時のコメント欄で、なんだっけ、初めからちょ、うわ、まあ、ふざけんねマジで、初めから研いでおいた方がいいですよっていう。これでさ、人滅陣のスキルであれじゃん、なんだっけ、あれなんだよね、切れ味がさ落ちないって、1分間だか40秒だか忘れたけど、切れ味が落ちないみたいなスキルあるじゃんこれ。だから初めから研いでおけば、初めの1分間は切れ味落ちないから、そういうやり方の方がいいんじゃないですかみたいなことをコメント欄で書かれたんだけど、それはそう言われてみればそうだよね。その発想はちょっと僕にはなかったね。まあ実際やってないんだけど今回も。いや今思い出した、今思い出した、忘れてた。あ、そう言われてみればそうじゃない。最初に解いておけばさ、戦ってる途中に解かなくてもよくなるじゃん。まあ、面倒くさいけど、うわすげえそれ画期的だなと思ったね。頭の考えどころが違うよねやっぱり。
アップデート。オッケー、大垣神社入ります。当たれよ。オッケー、もうそろそろ弱ってもいいんじゃないか。結構切ってるよ、わし結構切ってるよ。まあ同盟会だから結構勝てんだよね、やっぱ。ほいほい、はい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 、なんか熱意が伝わってくるねあのパンチからなんか謎の熱意が伝わってくるわ。当たんなよ。 OK、 怒りましたね。じゃあここらでちょっとリセットしとこうかな。当たんないんかい。よいしょい、危ない。ほい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 、クソ全然当たんね。ナイス叫び、ナイス威嚇。うわマジか、取れた溶けたわ。クソ当たんなかったか、危ない。クソマジ当たんねえな。あれ真正面にいれば当たんないのか、もしかして。真正面って言ってたよ真正面ね。何で真正面ってなんだよ、なんでそんな溜めたんだよ。あ、届かない。とりあえずクーラードリンク飲まないとな。ほい、そうあれはなんか前に回避すれば当たんないんで、まあ距離にもよるんだけど、今のくらいなら前に回避すれば当たんないんで、なんかちょっとあれの避け方よくわかんねえわって人はぜひ参考になされよ。あうなんかダメだな。あ、すいません、今なんか咳払いしちゃった、無意識に。ごめんなさい、動画では絶対しないようにしてるのに。なんか出ちゃった。なんか今日リラックスしてんのやけになんか今日の俺やけにリラックスしてるわ。危ない。やっぱあれ真正面に当たればいれば、あんま当たんないね、あれ。よいしょ、もうそろそろ弱ってもええやないかい。ほいほい、転べ一生転べ。来た、アタックチャンス。なんでやねん、せっかくの尻尾フリフリタイム、あれはアタックチャンスなんでね、ブラキにとっちゃ。あっぷねえな、怖えな。ほい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 、まるほいまるほいほい、せっ。おい、なんか地面にあるけど、もう止まれない、もう止まれない。オッケー、すっ。あ、クラウンかい。すって、あれで避けられたらかっこよかったわ。ほいほい、すいすい、そ、来た、アタックチャンス。マジ、ああ、え、あ、爆発したのか、びっくりした。え、待って、死ぬんだけど。ああ、怖い。あの最強と言われた、なんだっけ、ジョジョブラキもね、武士道とかノリが出た今だとどうなんだろうね。戦ってみたいよね、実際どのくらい楽になったのか。おお、鬼神うま、今のうまい、今のあの正しい大垣神山の付け方です、今のが。今のうまくない、さすがに惚れたわ、さすがに自分に惚れたわ今のは。あー怖えよくあんな怖い状況で大垣神山俺できたな。まだ弱んねえ、結構切ってない俺、気のせい、なんか結構切ってるような気がするんだけど。弱れ弱っていいよ。あ、弱った、言ってるそばからか。さすが予言者吉生出ちゃったね。ちょ、俺の予言者の部分出ちゃったわ、まあ、たまに出ちゃうんだよね、まあ、たまになんかその才能出ちゃう時あるからさ、きつ。はい、ごめん、遊ばせー。ちょ、捕獲でいいですかね。なんかちょっと今日 リラックスしてるんだよ吉生。なんだろう、なんでこんなリラックスしてんだろう。結構動画撮るときって緊張感張り詰めてたりする、緊張感というか、なんかそのね、張り詰めてる状況だったりするんだけど、なんか今日はリラックスしてますね。はい、お疲れ様でした。はい、どうもか、ブラキね、リクエストがあったのでやらせていただきました。まあ、最強ランキングには入ってないんですけど、まあ、強い部類だと思いますね、非常に。まあ、メインモンスターの中では一番強いかな、どうもかだと。なんか他にいたっけ？うん、セルレギオスあたりもめんどくさいけど、ブラキのが強いな。はい、といったわけで、今回はどうもかブラキでした。そろそろ最強ランキングにも入ってたどうもかゲネルソロで行ってみたいと思いますので、まあ、次は多分タピオカと一緒に狩りに行くかな。はい、まあ、その次の次の次あたり、どうもかゲネルで楽しみにしていてください。リクエストもあったんだね。はい、ご清聴ありがとうございます、ブラキディオス。